こんにちは、くんです。ということで、今回やっていくプラグインは、ブリザードクラフト。ブリザードクラフトってのはどういうものでしょう？で、説明頼む。バカみたいに雪が降ります。菩薩が言うのか。めっちゃ雪ブロックが降ります。なんかもう誰もカメスさんに聞かない。聞く必要がない。最近開発してないし、もうあいつプラグイン制作じゃなくて YouTuber だよ。最近開発もしてない。そうか、亀作最近開発してないのか。最近作ったプラグインは ?V プレイヤー直した。他は？なるほどね。結構なんかでも、前回と比べて色々作ってるけど、雪降らして大丈夫？まあ大丈夫か。え、これ全員に対して降るの？特定の人です。よし。じゃあ行くぞー。ブリザードクラフトオン。デレパワー。どうなんの？誰に降ってるとか気づけんのかな？あら、降ってきた！雨みたいな調子降るんじゃないのこれ。ちょ待って。予想してない予想してない。レベルが違う。おい、ここ、穴塞げ、この穴。ブロックで降んのこれ。雪ブロックってこと？やばくない？これ、誰に降ってんのこれ、降ってるやつ突き止めろ。全員展開。散らばって全員。誰に降ってるか突き止めよう。お前、これ北海道のやべえ地域に降る雪だぞ。世界終わった。分散して。やばい。ほれ。え、これ誰かに降ってんだろデレ、これ。誰に降ってんだ？お前だよ、くん。え、俺に降ってんの？俺ちょっと移動してみる。え、俺じゃね？え、もしかして、俺に降ってる？アンダーベイ。どうした？なんかもう老人ホームが埋もれる。ただこのままいかん。このままじゃ老人ホームが埋もれる。老人たちが、まずいぞこれ。救助要請。老人ホームが陸の孤島になっちまう。老人が雪で生き埋め。これニュースになるぞこれ。老人が雪で生き埋めになったら。おい、自衛隊来てくれ。老人ホームが雪で生き埋めになっとる。お前がそこにおるからじゃ。あれ、アンドレさんは？アンドレさん今日いないのか。アンドレさんいるじゃん。アンドレさん、これ雪かきして。おばあちゃんたち死んじゃうよ、このままじゃ寒くて。おんぶ飄来。アンドレさん、おんぶだって。おんぶ。あ、殺した！おい！何やってんだ、お前！何やっとんだ、お前！アンドレさん、熱帯出身だから雪かきできない。あー、これすごいひどいな、これは。あのさ、俺これ見たことある。なんか、新潟とかさ、なんか雪をさ、かき分けてさ、なんかこう、なんか道路作るみたいな。めっちゃ道路両サイド雪まみれみたいな感じの、やつ見たことある。雪の壁のやつ、車埋まっちゃって。去年それでした。いやー、すごいね、この、今回の雪は。今年の雪はすげーなー。マイクさん、どこしてアンゴラだっけ？マイクさんも雪国の人じゃないからなー。多分これ、真ん中になってるやついるぞ、これ。おい、みんな、チレ、老人ホーム付近にいるぞ、今。雪の元が老人ホームあたりにいる。どこだ元凶探し出せ。この辺だぞ、雪積もってんの。この辺のやつじゃない？この辺りからだよな、多分。ここが真ん中あたりだ。これ、老人たちじゃない？これ、降らせんの。わかんないな。絶対助からない。いや、わからん。ちょっと待って。誰か、ちょっと元凶が特定できるかも。そう、みんな老人ホームから脱出。老人以外。アンドレイさんと老人二人以外の老人ホームから脱出して。ちょっと特定しよう。誰が元凶か。違うな、これ。これ地下にいるやつのせいじゃない？これ。多分この辺のやつらじゃないぞ。おい、誰か地下にいるやついないか？老人ホームの下あたり。この辺だぞ。ん？このあたりでもプレイヤーいないんだよな。ってことはやっぱり老人か？あれ？移動してる。今死んだやつだぞ、多分。もう高いところから落ちたやつら。これさ、サンド道じゃない？これ。これサンド道の近く降ってね、なんか。うわぁ、これどうすんのこれ。この豪雪。じゃあちょっとサンド道ここに TP してみるぞ。あ、違うわ。違うね。あれ、なんか移動し始めたぞ。ででおめえ、お前もう。どうした大丈夫か匠、TP してみる？匠じゃないな。でんでん牧場、雪のせいで動物脱走してる。どこなんだろうこれ、こいつじゃね、カンタスケっぽくね、なんか。これ特定したいな、これ。カンタスケだろ、これ、多分、雪の元凶。ちょっと TP するぞ、これ。ほら、こいつだよ、こいつ。こいつのせいだ。わかったぞ。ずっと重い。高速移動してる。やばい、こいつが雪降らしてるわ。
その老人ホームに叩き込んどこう、こいつは。ここに叩き込んどく。うまひゃう。大丈夫、おばあちゃんたち。あのさ、老人ホーム雪で閉鎖してるんだけど、なんか入り口どうしたのこれ。え、これさ、雪の積雪量って変えれるの？変えられる。ちょっと出て、ちょっと多くしてみて。何倍かに。10倍までいけるらしいにゃん。まあ、じゃあ10倍で。うわ、やばい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 。えぐ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 。えぐ。定期的に大量に出てる。えぐいって。うーわ。ちょっと待って、こんなことある？終わった。これ災害だな。これやばくない？これどうやって後始末すんのこれ。地面ボコボコで移動だるい。どうすんだこれ一体、この大量の雪。どうすんの？一気に50人くらいとか、なんか雪国になってしまった。すごいな。これ積雪範囲ってなんか決めれるの？これ。狭める？広くする？じゃあ広くします？でも広くしたらなんかまんべんなくになるんじゃね？なんかもう老人ホーム終わったくない？もう完全に。完全に老人ホーム終わった。もう雪山になったよ、老人ホームもう。外出たら老人ホームの位置わかんなくなった。アンドメどう？アンドレさん呼んでるよ。うわ、すごいなこれ。なんかさ、雪のタワーみたいなのできてない？なんかさ、一箇所雪バグってない？なんかバグり散らかしてる。なんかタワーみたいなの立ってない？雪タワーみたいなの立ってる、ここ。雪の積もり方がなんかおかしくなってて、ここだけなんか変なタワーみたいになってんだよね、なんか。すごいなぁ。なんかでも、雪を感じていいね。ちょっとクリスマスっぽい装飾とかしてみる？ちょっと。みんなで。ちょっとなんか季節感じてきたよ。さすがに。M ゲフが、もいおやん、いじめファブ。え？なに、どうした？どうしたの？バン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 。やば、キモ。MM が、いも、いめむ。MF?MF もネタよ。MF ね。MF はもう寝たからいないよ。MF の話でしょ？ MS は何もしてないよ。MF。MF を何やってんだお前。やめとけよ。あのさ、マジで出らんなくない？これ。これマジで出られなくなってない？これ。振りすぎじゃないにゃ。なんかこれ、マジ出らんなくなってんだけど、これ老人ホームから。脱出経路ないぞ。おい、なんか脱出経路なくなってないか？なんか。タヌキ、除雪の自衛隊来ました。除雪車が除雪してくれてる今。おい、こっちはこっち。こっちから出れるぞ。おー、出れた。すごいね。こう、ちょっと待って。振りすぎじゃねえ？なんか若干これ。うーわ。積雪すごいな。みんなもうなんか重すぎて諦めてる。1秒に1000個らしい。すごいな。まあ、砂じゃないだけまだマシだろ。MF 法案が盲人。お前は老人になってんのか。バン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 。それやめろ、MS、それ。それおしゃぶり加えながらそれすんのやめろ、お前、マジで。それやめろ、バンバンすんの。マジで希少い、MS。この辺は新しくできた。これなんだ、これ。これ幼稚園？これ、お砂場あるな。他は？他なんかできたの？この辺なんか専門学校作れていたけど、結局できてないっぽいな。幼稚園、ちょ、やばいやばい。そろそろ。え、なんかやばくない？量やばくない？なんか、飲み込まれてる、ストームに。一旦止めた。なんかさ、アナと雪の女王のさ、なんか雪の城みたいになって、なんか氷ついて、なんかこう、なんかギザギザになってるみたいな。なんか菩薩と出てさ、これってさ、やばい、壊れる。これさ、降るのって、全員に降るのってできんの？全員は無理なんだ。まあ、対象を増やすとサバ死ぬ。あ、じゃあ二人ぐらいまではできんの？一人固定。あ、そうなんだ。とりあえずサキちゃんにしといて。ここからの眺めやばい。え？何が起きた？何が起きたんだこれ。くんさんすごいよ。ここ埋まった。すごいな。完全に埋まったな。老人ホームは手に負えないので、ご家族の方が介護してください。これも手に負えんな。よし、じゃあもう、ちょっと老人ホームはさておき、他は除雪作業を始めましょう。あ、未来ある若者が優先です。当たり前だけど未来ある若者優先。ここをみんなで除雪作業しようぜ。幼稚園付近。頑張ろう。みんな集まって、この幼稚園付近。はい、除雪して、あの日常を取り戻そう。これ、たくみさん頑張ってくれた。え、すごい、なんかめっちゃなんかこれ可愛いんだけど、これ。え、めっちゃ可愛い、これ。雪ちょっとでも埋めてさ、情緒出したくない？少し雪国っぽさ出したいよね。完全除雪もちょっとって感じじゃない？少しこう、雪をちょっとこう、埋めたりして、雪国っぽさ出したいよね。完全除雪はしない感じにしようぜ。はい、情緒大事に。
雪ブロック横に3つ並べると雪が直接作れますよ。雪ブロックを横に3つ並べると雪が作れる？あー、薄雪か。薄雪の方が面白いか。よっしゃ、薄雪にしようぜ。みんな薄雪設置して回ろう。50人クラフトもちょっと、雪国あんまやったことないから、なんか楽しそうだなお前ら。おい、ちょっとマイクさん、マイクさん、仕事は？あなた老人ホームに勤めてませんでした。もう手に負えません。初めての雪で興奮してんのか。あー、なるほどな。じゃあちょっとこの薄雪、あれしようぜ。作りまくろうぜ。この雪のカーペットみたいなの作って、みんなで敷設して遊ぼう。マイクラ豆知識。薄雪を6枚重ねたブロックはサボテンの隣に置ける。どうでもよ。そんなん知ってどないすんの？何雪合戦してんだ。撃ち落とすか、あいつ。対空射撃撃ち落とせー。弾幕足りないぞ。弾幕。ダメージはない。ただ撃ち落とせない。てか、まだ降ってんの、あっち。まだやってんの、このモッド。まだ降ってるよ、ここ。なんかもう終わってるじゃん、ここもう。雪の城になってる、完全に。高度限界行ってまう。なんかさ、高度限界までさ、降らせたらさ、完全に雪の板みたいなのがドバーンってできるんでしょ、これ。それはそれですごいね。雪の板みたいなさ、四角いボックスみたいなのがドカンってできるだけっていう。いいね。完全に塔になっちゃった。ババアじゃへえ。こん中絶望って感じになってる。アンドレさん絶望。なんか雷鳴ってるし、絶望じゃんこれ。外出れねえぞ。うわ、シャベルも取りに行けない。積雪でなんかさ、これなんか景色見えるはずなのが積雪で全部埋まってるのすげえ好きなんだけど。天才が起こってる。うわ、あ、ここかろうじて外出れんじゃん。こっからここだけなんとか、まだなんとかギリギリ出れそうな雰囲気ある。でもここってさ、多分これ下塗ったんだよね、多分ここの。このプラグインもこのままにしとくか。まあ、老人がここいるだけだろ。だって。大規模な移住が始まります。老人が暴れないからむしろメリット。確かに。老人になったやつに降るようにして、あの山に閉じ込めればいいんじゃね？みんなで。ここ的には別に何ら別に暮らせるじゃん、俺らは。俺らここで暮らせるよ、ちゃんと暮らせるから、ちょっとそこだけ切らなきゃいけないけど。上捨て山プラグインに名前変えよう。くんちゃん。なんだ俺中国人じゃねえぞ。ハローワーク作ったで、ね。あ、クリボどの辺ハローワークって。クリボハローワークってどこある？どこだ？とりあえずどこかわかんない。まず掘り起こす作業からかな。まずは。あとこれ上にさ、屋根つけといた方がいいぞ、これ。屋根つけとかないと。掘り起こす雇用が創出された。あー、いいことかも。なんかやばくない？これ雪の。雪えぐいって、これマジで。旅の兄ちゃん、あそこの雪が止まない山があるじゃろ？あそこへは近づくなよ。怖い怖い、2匹の怪物がいるらしい。モンハンのクエストの説明文っぽい、なんか。2匹討伐する系のモンハンのクエスト。ドドブランコ2頭の討伐。あー、それだな、多分。高度限界に雪が壊れてます。で、デレさん、ボサスさん、高度限界で雪が壊れました。なんかでも範囲狭くなってない？なんか。範囲狭めた？もしかして。フロアは、おーん。狭くなってない？なんか、相対的にあれか、雪穴がでかくなって相対的に降る範囲狭くなってるように感じただけか、これ。よし、まあこんなもんで GG にしますか、今回は。よしこおばあちゃん、さきおばあちゃん、お散歩行きましょうね。やめろ やめろ、終わる、俺、お散歩連れてくれ、やめろ、老人を散歩に連れてくな。やばいって、そっち行くの。特に、先ばあさんはやばい。うるせえ、雪暮らしばばあ投げつけんぞ。まずい。まずいよ、そっち。アンドレさん。やばい、雪が降ってきた。せっかく雪かきしたのに。まずい。環境破壊兵器。コードネーム、さき。よしこちゃんは、骨が折れて死んでしまった。さきちゃんは、良平に殺害された。近づいてきたら殺害すりゃいいのか。おい、また来るぞ。防げ。殺害しろ。サキが来るぞ。殺害しねえとこ雪だらけにされるぞ。大丈夫、鉄サヌが。鉄サヌ殺せ。サキを殺せ。どこサキばあさんどこいんだ。来た。サキばあ、リスキルされてる。
埋められた。なんかすごいな、なんか雪の女王っぽくてよくない？なんか、その昔封印された雪の女王がいるみたいな。その女王の近くでは常に雪が降り続け、村の者たちは山の奥深くへ彼女を幽閉した。提供ディズニー、終わり。はい、ってことで GG です。終わりましょう。